今回は、はい、ロンティです。ロンティですか、はい、結構男っぽい。おお、はい、はい、アメリカっぽいアイテムです。おお、いいですね、はい、またちょっとサーマルに引き続きっていう感じですか。そうなんですよね。はいはいはい、はい、まあ、あのメンズの結構カテゴリーでロンティーっていざ探すと結構困っちゃうので、確かにちょっと分かるかもしれないです。それでしょう、はい、なかなかね、意外と。そうなんです、はい、そうなんで、またよかったら最後まで見てみてください。じゃあちょっと早速なんですけど、今回こちらです。はい、これはハイデンシティ 3B ヘンリーネックです。ヘンリーネックスか。そうなんですよ。あ、いいっすね。ヘンリーいいと思います。はい、前に、サーマル、あ、はいはいはい、ちょっと商品化して、はいはいはい、あれやっぱりすごく、いやあれ着てましたね、かなりね、はい、僕らもみんなかなりヘンリーに着るし、そうですね、見ていただいてる方は分かると思うんですけど、はいはいはい、やっぱりこうちょっとね、メンズのそのまあ1枚で着れる T シャツとか、うんうんうん、まあインナーとして使ってもいいですし、はいはいはい、やっぱりそのサーマルとか、はい、ってなったらやっぱり次このヘンリーも外せないっていう感じですね。外せないかなと思って。確かに。そうなんです。またちょっとこのボタン付きで、そう、結構変わりますよね。そうなんですよね。はいはいはい。僕だからこれ結構今回力んでるんで、あのかなり仕上がりいいと思います。じゃあ今日はちょっと、うん、熱くなりますか。なるかもしれない。でまずじゃあこの、使用した生地なんですけど、はい、生地から、はいはい、これはですね、ちょっとあの太めの糸をちょっと極限までハイゲージに編み立てた綿100です。おお、はい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 。でもこれほんとカシッとしてるんですよね、生地感。そう、はい、まあ20装置なんで結構まあ糸自体もちょっと太めで、ああ、はいはいはい。でそれをこう、高密度、うん、そのアイデンシティって、はいはいはい、結構高密度にこう編み立ててるんで、はい、かなりこの生地自体がいい感じです。うん、そうですね、確かに。でこれ見た感じちょっと分かりづらいかもなんですけど、はい、あの着るとね、ちょっとこのぬめり感っていうか、ああ、はいはいはい、ぬめりっていうか、いや、わかります。でもそれわかるでしょ、はい、ガサってよりかはちょっとしっとりする。ああ、そうっすね。なんかこう厚みあるんですけど、生地のね、でもやっぱなんですけど、ほんとしっとりしてる感じありますね。そうでしょ、はい、そうなんですよ。それがちょっと特徴です。はいはいはい。これこのディテールの部分で、はい、あのまあヘンリーネックってやっぱりこういう、まあここが結構ネックが、あ、そうですね、このボタン付きの、はい、がポイントじゃないですか。はいはいはい。あの正直僕これ今回一番こだわった部分は、はいはい、このネックと、はい、あとまあこの、袖口、うーん、ここはあの別に編み立てたんで、はいはいはい、いやこれはここですよね。そう、これかっこいいですよね、やっぱ見た目も。いいよね、はい、そうなんですよ。だからまあヘンリーってまあ通常はここ普通にこのフライス、うん、で袖口もまあリブだったりするんですけど、はいはいはい、そうですね、ここ別に編み立てたんで、しかもこのちょっと段違い、あ、この編みを変えてって感じですね。そうなんです、編み方ちょっとこう変えて、これ雰囲気いいっすよね。いや、かなりいいよね。こんなの見たことないっすもん。そうでしょ、はい、この袖口なんかもそうだし、はいはい、結構うちのアイテム割と僕結構この袖口とか、そうですよね、はいはいはい、見え方もやっぱ変わりますもんね。いいよね、はい、そうなんですよ。まあそこかな、一番、はいはいはい。でここも、綿100で作ったんで、はいはいはい、ちょっとここがあえてこのうねうねってなるんですよ、ね、ってなる感じですよね。 それがまた、まあ、この状態でもいいけど、はいはいはい、まあ、洗うじゃん、着る時、あ、はいはいはい、洗うとまたさらにいい感じになってくるんでですね、確かに。そこがね、あんまこうピタッてなりすぎてないのがいいですよね。そうなんですよ、はい、そう、まあそこかな。で、はい、ここには上にこのロックで、あ、ここの始末のところです、はいはい、でこのカーブも、はい、まあ、ヘンリーって言ってもネックの形結構いろいろあって、はい、ここまっすぐこうピタンって、はい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 、ありますね、のもあるし、はいはいはい、そうで、あれもなんか個人的にはやっぱこういうネックの方が好きなので、ここも変にこう低すぎると、はい、今度あのベースボールティーみたいな、あ、わかります、はいはいはい、から、うんうんうん、そう、やっぱこのぐらいがいいかなと思って。確かにな。で、この後ろのこのバックネックも気持ちここちょっとくくってます。はいはいはい、はい、通常もう少しここちょっと高いんですけど。そうですね、確かに。まあ、だから僕 T シャツなんかここよく伸ばしたりするんですけど、でちょっとあのサーマルの時と見てる感じで、あ、はいはいはい、この見え方がやっぱ結構好きなんで、こう抜けもあるし、いいですよね、後ろここね、T シャツの時も見え方がまたいいですね、やっぱり。結構男っぽく着れるんですけど、はいはいはい、ちょっと色っぽくもあるっていうか。あー、わかります。この感じは結構いいかなと思います、うん、
はい、はい、このステッチっていうか、肩とこれ縫い目がね、こういうところですね、はい、はいはいはい、肩と脇のこの部分と、はい、あとこのアームですね、あ、ここの部分ですね、はい、まあこの縫い合わせの部分、はいはいはい、全部3本までなんで、それもまた結構、まあ強度もあるしですよね、見た感じの雰囲気も結構いいです、うん、そうですね、はい、あとこの、はい、ヘンリーなんで、これは三つボタンにしてます、うん、ポイントはこういう見返しの裏とかこの前立てとかは、はい、この別字の付箱を、はい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 、つけてるんで、これもちょっと分かりづらいかもですけど、はい、洗った時ちょっとここがまた風合い変わってちょっとグネグネってなるんで、本当は強度のためなんですけどね、はい、強度高めるためだけど見た雰囲気もいいんで、うん、そうですね、確かにしてます、はいはいはい、でボタンはこれ、ま、クラシックに、はい、この縁ありのキャッツアイにしてます、キャッツアイ、この猫の目みたいな感じのやつですよね、そうです、はいはいはい、そう、これやっぱこれいいですよね、で、これもこの艶消しね、おお、はい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 、光っちゃうとかをこういうマットちょっとマットな感じ、はい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 、確かに、しかもこれ色ごとにボタン変えてますよね、もちろん、はいはいはい、こっちだね、そうです、で、ここのフィニッシュには、はい、ここは、はいはい、まあ、普通ここステッチ1本だったり、まあ、やって2本とかですけど、そうですよね、これはそれにこのクロスステッチ入れてるんで、はいはいはい、まあ、強度もそうだし、うんうんうん、まあ、見た雰囲気も、まあ、何気ないんだよね、ですよね、バッグとかでさ、はい、よくこの持ち手のとことかでもさ、はいはいはい、あったりするじゃないですか、あ、なってますなってます、そう、結構、はいはいはい、やっぱタフなものってこういう、そうですね、クロス入ってたりとか、はいはいはい、っていうのもあるんだけど、まあ、まあ、見た目ですね、確かに、でも本当かっこいいですね、やっぱこれなんかいいよね、いいですね、はいはいはい、で、テールは、はい、またお決まりの気持ちややラウンドをしてる感じですね、にしてます、はいはい、ここもね、特に僕ロンティーの時は、はい、こここういうようなラウンド好きなんで、はいはいはい、これ出した時もいいっすよね、そうそうそう、いいよね、いや、見方変わるんで、やっぱで、これコロコロってなんないようにちゃんと、普通ここ、はい、ラウンドでも、はい、本当にロックがバーって入ってたりとかっていう、ああ、はいはいはい、はい、まあ、あれはあれでいいんですけど、うん、あれ結構ゴロゴロってなる、ああ、ちょっとくねっちゃうというか、こっちにこっけろころってめくれてくる、はいはいはい、これはなんでそれがならないように、なりづらい、うーん、ちゃんとこう巻いて、はい、っていう感じの、やっぱかなりこだわってますね、今回も、そうそう、はい、まあ、やっぱ高かロンティーだけど、いやでもやっぱ結構で、特にヘンリーってやっぱこう1枚でももちろんかっこいいんですけど、うんうん、中刺した時にさ、いやここの見え方がやっぱりそうですねっていうのがポイントじゃん、はいはいはい、なのでって感じですね、はい、着た感じはこういう感じです、はいはい、あ、いいっすね、結構サイズ感もいい感じですよ、いや、いいです、うん、やっぱこのサーマルともちょっと違いますね、そうだね、はい、サーマルよかは気持ち緩いかなっていう、ああ、そうですね、はい、でやっぱヘンリーなんで、ですね、あんまり緩くてもちょっと違うし、はい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 、はい、ビタビタすぎてもなんかあれだから、うん、まあ本当絶妙かなとは、そうですね、思います、はい、はい、シュラさんこれ洗ってますよね、そうですね、もうこれは2回洗ってます、おお、はいはいはい、2サイズなんで、はい、0と1番、うんうん、これ0です、0番、はい、で、一応こっちが、はい、もう洗いをかけたもの、もう2回洗ってます、2回、はい、で、こっちが、全くピンですか、はい、ニューです、はいはいはい、なんで風合い、ボディが結構これやっぱりかなりタフだから、はい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 、ちょっとこの辺のうねうねとか、いや、そうですね、あとネックは結構、あ、そう、ここね、ここの感じが結構ちょっとグッてなってるのが分かりますね、そう、グワグラグラ、あとはやっぱここじゃないですか、はいはいはい、グネグネっていう感じ、ここの、はい、ってなってる感じ、で、3本針もやっぱこの辺、はいはいはい、が効いてくるから、そうですね、確かに、まあ、はい、2サイズなんで、はい、では自分着てるのでこれで1番です、1番、はい、でもサイズ感いいっすよ、いいでしょ、この程よくちょっとゆとりあるぐらいの感じの、そうそう、なサイズ感、そうそう、まあ、アームもここは逆にあんまり細すぎず、はいはいはい、割とこの辺は結構締まってる、そうっすね、ここグッてより締まるんで、でまあここはってサーマルともちょっと違います、ね、違うね、ここセットアップに、でヘンリーはやっぱこのこれですよ、
ですね。ここの見え方ですよね、はい、完全に。これがやっぱさ、うん、そう。またあの普通のクルネックと全然違う。違います。結構変わります。違う、ね。で、あのまあちょっと第一ボタンだけ外してきてるんですけど、ここ。はい、で、微妙にやっぱここもグッて広がる感じ。そこの感じもいいですね。いやいやな、生地感もやっぱいいっすよ。あのそのさっき言ったあのしっとり感みたいなの。ちょっとあるよ、ね、やっぱ通常のコットン100のなんか T シャツとかとも、はいはいはい、やっぱちょっと違います。そうでしょ、これ着ない人分かんないかもですけど、そうなんだね。まあぜひ着てほしいですね、これ。そうですね、はい、いやー感じですね。はい、ありがとう。1番です。で、やっぱアウターとか革ジャンとか着ると、はいはいはい、こういう感じですね。これ抜群にかっこいいですね。いい感じだよね。はい、そうなんです。ちょっとやっぱこのグネッとなるんで。そうですね、それがやっぱりこのヘンリーネックはいいんじゃないかなと。ネックのよれくらい、そうね、それがいいっすよね。そうなんだよね、はいはいはい。これでも G ジャンとか、まあ、うん、ジャンパーとかもやっぱいいっすよね。ね、そうだよね、はい、だ本当、本当今じゃないですか。そうっすね、うん、これからそういろんな着方、はい、楽しめると思います。はいはい。という感じで、はい、ちょっと今回はこのヘンリーネック、はい、でした。いやー、やっぱいいですね、ヘンリー。いいと思います。はい。はい、で、オンラインももう、準備できてますし、ショップにも並んでるんで、またぜひそっちもチェックしてみてください。お願いします。はい、じゃあ今日も最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。